アンドレア・フレーザーは、主にインスティチューショナル・クリティック分野での作品、特にアート界の排除の改装と、メカニズムに批判的に取り組み、美術館やギャラリーなどの展示館の構造をユーモラスな方法で分析する作風で知られるパフォーマンスアーティスト。ニューヨークとロサンゼルスに拠点を置き、現在はカリフォルニア大学ロサンゼルス校の UCLA。 スクールオブアーツアーキテクチャ学サスタジオの教授見学部長、モンタナ州ビリング生まれ、カリフォルニア州バークレー育ち、ニューヨーク大学ホイットニーアメリカンアート美術館の独立研究プログラム及びスクールオブビジュアルアーツにて学び、ディア・チェルシーのギャラリーアテンダントとして働く。その芸術的実践は彼女自身が書いた、 芸術批評での分析をもとにしたものである。1990年代にフレイザーの業績は美術の販売、展示、小取引に関わる制度そのものを批判することを意図した緩やかに形成された芸術批評運動を大衆化した。彼女のパフォーマンスはシリアスなものではあるが、ユーモラスで滑稽、風刺的なものが多い。これまでにロンドンのホワイトチャペルギャラリー、 ニューヨークのディアアートファンデーション、ウィーンのマムック、ニューヨーク近代美術館、パリのポンピデュセンター、ロサンゼルス現代美術館などで作品を発表してきた。フェミニストのパフォーマンスグループであるザ・ブイ、ガールズ、プロジェクトベースのアーティストイニシアチブパラサイト、共同組合アートギャラリーオーチャードの創設メンバーでもある。彼女はまた、ヘルムート・ドラクスラーと共に、 ワーキンググループ展の共同主催者でもあった。このプロジェクトは、リューネブルク大学のカンストラウムで構想され、1994年から2001年の間に、欧米の8つの施設を巡回した。フレイザーの最も有名なパフォーマンス、ミュージアムハイライツでは、1989年に、フィラデルフィア美術館で全員キャッスルトンの奏で、博物館ツアーガイドを装った。公演中、 フレーザーは、博物館をめぐって、ツアーを引いて、上調で過度に劇的な言葉で、ツアーグループに説明した。例えば、ごく普通の噴水を説明する際に、驚くべき経済と記念碑的な作品。この形式の厳しく高度に様式化された作品とは、大胆に対照的だ。と宣言しています。博物館のカフェテリアでは、この部屋は、 独立革命前夜のフィラデルフィアにおける植民地美術の前世紀を象徴しており、アメリカの部屋の中で最も素晴らしいものの一つと言えるでしょう。このツアーは多くの情報源から選ばれた脚本に基づいている18世紀のカントの判断力批判、1969年発行の批評集オン・アンダースタンディング・ポバティ、1987年のニューヨーク・タイムズの記事、 サラダスラ、サンプリング・ザ・フェアート・ミュージアムズなど。2001年にドイツ・ケルンのゴルリー・クリスチャン・ネーグルにて発表された、クンスト・モース・ハンゲンにおいてフレイザーは、1995年にドイツ人アーティスト・マーティン・キッペンベルガーが酔っ払って、言った即興のスピーチを再現した。このスピーチはドイツ語であり、彼女はドイツ語を話せないが、ビデオ録画をもとに一時一句暗記した。 男性支配的な芸術界における、陳腐な決まり文句を流用しているだけでなく、フレーザーが1989年に会い、1997年に死亡したキッペンベルガーとの個人的な和解でもある。オフィシャルウェルカムでは、芸術賞受賞式中に発表者と観客が発した、平凡なコメントと大げさな賞賛の言葉を模倣した。問題を抱えた、ポストフェミニスト圏。 アートスターのペルソナに噴したフレーザーが、グッチのティーバッグ、ブラジャー、ハイヒールを脱ぎ捨て、私は今日は人間ではないアート作品の対象物だと発言した。ビデオテープパフォーマンスアンタイトルドでは、ニューヨークのロイヤルトンホテルの一室で約2万ドルを支払って参加した匿名の個人コレクターと、セックスのためではなく芸術作品を作るためのセクシャルな出会いを行った。 60分間の DVD のコピーは5点のみ、作成され、そのうち3点は、プライベートコレクション、1点は、彼女が、性的出会いをしたコレクターが、事前購入して所蔵している。フリードリッヒ・ペッツェル・ニャラディが手配した、契約上の合意は、アートの商品化に対するフレーザーの主張であり、多くの制限が付け加えられている。アーティストとの協議がなければ、公に上映されることはなく、 スクリーンショットを作成し公開することは禁じられ、ビデオの所有者のあらゆる種類の公開声明は、アーティストと合意しなければならない。美術界の内外で売春であると批判された。この作品は、美術品をコレクターに売ること自体が売春の一、携帯ではないかと疑問を投げかけている。ビデオテープパフォーマンスリトル、フランクヒズ・カープは、グッケンハイム美術館のアトリウムで5台の隠しカメラで、 撮影され、近代的なギャラリースペースの建築的優位性をテーマとしている。美術館の音声ガイドのオリジナル音声を使用し、録音された音声が周囲の空間の波状の曲線と質感のある表面に注意を引くとき、喜びで見もだいするの言葉を聞きながらエロティックな出会いを行う。この建築物に対する性的なパフォーマンスは、博物館の構造を説明するために、 音声ガイドで用いられるエロティックな言葉の皮肉を明らかにする。ビデオインスタレーション作品プロジェクションでは精神分析セッションを再現し、観客は分析者、患者、あるいは覗き見者と呼ばれる。実際のメンタルカウンセリングの記録を12種類のモノローグに改変し、フレーザーが分析者と患者の両方の役割を果たす。カメラを直接見ることで、 反対側の壁の画像だけでなく、部屋の中央にいる観察者との相互作用の効果を作り出す。観察者は格闘映のオブジェクト、つまり精神分析スクリーンになる。彼女はカリフォルニア大学ロサンゼルス校、メインカレッジ・オブ・アート、バーモント・カレッジ、ホイット・ニー美術館、インディペンデント・スタディ・プログラム、コロンビア大学芸術学部、 バードカレッジキュレーションスタディセンター教弁を取る。彼女の作品は、フィラデルフィア美術館、クンストフェラインミュンヘン、ベネツヤアビエンナーレ、スプレンゲル美術館、クンストフェラインハンブルク、ホワイトチャペルアートギャラリー、ロサンゼルス現代美術館、フランスハルス美術館、ポンピドゥセンターなどの美術館にて展示。また2013年には、ケルンのルートビヒ美術館が、 ゴルフガングファンショーに関連して開顧展を開催。ありがとうございます。